リカン殿でございます。そば、そば、そばじゃ。はい、店内に入りましてな、いやすごく雰囲気の良いところでございます。うん、だからいろいろあるんじゃ、冷たいお蕎麦にあったかいお蕎麦に、うん、蕎麦セット、あ、蕎麦セットのような天ぷらとかいろいろついてるな。丼もあるぞ。何か迷ってしまうんだけど、うん、あ、定食とかもあるしな、うんうん、こういうのも良いし。何に足す？どの何食したい？マシ、蕎麦食べたいんだよ。蕎麦、蕎麦。このな、3日ぐらい我慢しちゃったんだ、ここ。あ、そうなんだ、蕎麦食べたいって言ってな。そうそうそう、うん、はい、それでは天ぷらと蕎麦セットを2つで、これは蕎麦は大盛りにできるんですか？じゃあ1つ大盛りでお願いいたします。はい、で両方盛りで、はい、はい、冷たいやつで、うん、はい、うん、量で小ライスがをつけていきますけれども、いかがでしょうか。大盛りにするので大丈夫かな。特に良いか、良いか、よろしいかな。その食べたいか。大丈夫、大丈夫みたいな。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、じゃあ今そば待っているところでございます。いや、すごくな、雰囲気の良いとこじゃな。福寿、あ、福寿がある上にな。そうだな。特にここで働いておっても違和感ないかもしれない、この学校。あ、そうだね。いや、とても聞こえてる。本当だな、ご良いな、いらっしゃいませ。な、メジャーっつってな。ソファーお持ちしたぞって言われる。態度が悪いって言われてしまうかもしれない。本当だな。いやいやな、こういうところの、うんうん、働けたら面白いかもしれないの、特に。そうだな、うん、いつもな。おもてなしはしておるが、うん、食べ物はな、提供できんからないけどな。そうじゃな。本当のおもてなしができるかもしれない。そうじゃな、うん、そうだよな、うん、お茶組みに行くのか。ちょっと一緒にランチメニューとか楽しむ、姫と一緒に食べるの。あ、一緒に食べるのか。何度も食べなきゃ。何度も食べなきゃ。で、いろいろ間違えるんだとかな。間違えるのか、うん、冷たいのを持ってきてしまったとかなる。あったかいのじゃったかとか言いながら、ね、あ、冷たいのじゃったか、じゃあわらわ食すなっつって。そうそうそう。ダメじゃん、それじゃな。そうじゃな、うん、はい、わさび花の、ね、旬なものをいただいたんじゃけど、醤油をかけて、そうじゃ、そうだ、ちょっとツーツー量じゃ、うん、醤油をかけていただくというような、かけてみるよ。これ醤油なんじゃない？うん、そのようだな。ちょっといただくかな。うん、ちょっと醤油かけてな。これ、取ってから醤油の方がいいかな。あ、うん、任せるぞ。よし、うん、それに醤油をちょっとかけて、かけて、こんなのかな、うん、いただきまする。ちょっと辛いかな、はい、取りすぎたか。うん、どうじゃ。あ、わさび効いてるか。うん、うん、うん、辛い、だんだん、うん、ツーンとしてきた。目が大きい。辛い、うんうん、大事ない、大事ない、大事ない、美味しいか。鼻までいかなかった。そうかそうか、うん、それは良かった。良い良い、程良いわさび。良いの、ありがとうございます。私もいただきましょう。わさび、うん、わさびの味なのか、わさびの葉っぱってことだな。あ、そういうことか。そういうことだな。そうか、うん、葉っぱでもこれだけわさびの風味するんじゃない。そうなのか。じゃあ私も食べてみよう。うん、いいんじゃ、うん、来ました。はい、参りました。天ぷらとそばセット。天ぷらとそばじゃけど、うん、サラダとかいろいろついておる、うん、そうじゃな。わしの方はこんな感じ、大盛りにしていただいた。おお、良いな、すごいだろこれ。はい、ではいただいてまいりましょう。はい、じゃあ早速そばをな。そうだな、薬味はちょっと入れようか、うん、薬味、あ、これ違うな、これ天つゆ、それ天つゆじゃん、その下じゃん、下下、うん、わさびと、うん、ちょっとネギ入れたらいいかな。ネギをちょっと入れて、そうかな、うん、少しにしとくかな、ひとまずな。そば、はい、そば、信州そば、ビビネネン、そうなのじゃ。よし、いただいていきます。はい、いただきましょう。うん、
かがじゃあ。美味。味がすごい。おう。こういった感じな。これわらわ好みのそばじゃ。でもやっぱ腰があるそばは素晴らしいよな。そばの旨味が伝わってくるじゃん。うん。おすすめじゃあ、マヒタケチとの食べたい。食べたい。うん、いいね。よし、じゃあそろそろお茶も食べて。はい、ではいただいてまいりましょう。湯葉。湯葉じゃった。湯葉なんだな、それな。これかと思ったんだけど、湯葉すごい美味しい、これ。これサラダな。うん、これ天ぷらも先ほどな、そのしょっぱさんだけど、サクサクじゃった。美味しい。いろいろ書いてるぞ。ここはビールだな。何本当に美味しい。じゃあエビをちょっとかじってみるか。良いな、美味しい、これ。なもう本当にそばが美味しいのに、マシコそうなんだ。そばの、大猿とか頼みたいなぐらいの。大猿の。のみでもいいぐらいの美味しさ。ポテトサラダとかもいいんじゃない、ありがとうございます。いや、本当に美味しいございます。自分見ててもいいですか？どうぞ。なんと。すいません。ありがとうございます。いや、美味しい。本当に美味しいの。はい、いかがかな？おー、結構食べ、私も食べ終わりましたね。いや、ビミじゃった。私、大盛りにしたけどもな。そば行っても。美味しい、本当に美味しかった、全部美味しかった。そばを最後にしようか、天ぷらを最後にしようか悩んでるのか、少しずつ食した。そうだな。わし今のそばの食べ終わってそばつゆも飲んでるんだけどな、そばつゆも美味しい。そばつゆにそば湯を入れて飲んでるじゃん。そばつゆだけなんだよ、しょっぱいな。そば湯なこれな、これ今そばつゆになそば湯入れて今飲んでるんだけどもな、もう一回美味しいぞこれ。またそばつゆ足したのか。ちょっと美味しすぎた。これあれは美容にいいんだってな、そば湯というものがな。なんか話によるとこっちが本体だという話もあるもんな。そばが出た話でこっちが本体だとも言う話もあるぐらい栄養価があるんだな。もう終わってしまうぞ。私エビを先に食してしまった。私エビ尻尾まで食べてしまったぞ。あ、そうなのか。バリバリと。尻尾まで食せるのか。よいしょ。こんなもんか。入っても中でちゃんと飲まないとな。後でな。もう閉じまった。閉じまったな。まだ蕎麦湯があるから。蕎麦湯。そうじゃそうじゃ。蕎麦湯飲む。これよな。蕎麦湯。どんぐらい入れたらいいかな。たくさん。1対1ぐらいかな。そう、結構なこうとろっとしておってな、そう濃厚でな、濃厚美味しいんだ。そうこういった感じになった。じゃあちょっと混ぜて飲んでみようかな。そば湯、あ、濃厚、美味しいな。ろう、また美人、また綺麗になっちゃう。また美人になってしまう。美味しいな。なあ、足しておるしておる。ミックスベリーと甘夏をシロップで煮たやつを調味入れてみまして、あと蜂蜜も少し入ってるので、飲んでみたら。ありがとうございます。好きなことは、蜂蜜神社。ありがとうございます。結構ピリッと辛くて出てくるので、ぜひ。ありがとうございます。ないんですけど。いや大丈夫でございます。ありがとうございます。ピーチティール。ちょっとあったかい、あったかい、あったかいな、本当だ。ありがとうございます。いや、いただいてしまった。ありがたいの。いつもな、おもてなししておるから、ということでな、おもてなししてくださってるから、これメニューにないらしいから、今、来てもないぞ。いただきました。いただきました。そうだ、ありがとうございます。
ではではちょっといただきましょう。せっかくじゃ、うん、喉にいいらしいからな。ハチミツとか入ってるそうじゃ。ああ、どうじゃ、生姜入っておる？生姜っぽくはない。あのハチミツとかいい。うん。あのバラワの好きなあの酸っぱい感じの、うん、あのローズヒップ系な。おおおお。なるほど。ああいうやつの。そっか、ピーチティーだもんな。そうじゃ、ピーチティーだな。へえ。なんかこれ。つぶつぶこれずっと飲んでいたい、温まって、ちょっとじゃあ私もいただきますのでな、飲みました。はい、いただきましたね。はい、ビールでござりました。本日はな、バーディカンという蕎麦屋さんからお送りしたんですけど、はい、実は昼は蕎麦屋さんなんだけど夜は居酒屋になるという、そのようでございますな。だいぶ営業も長いからな、うんうん、営業時間とかな、11時半から2時、うん、夜は17時から22時にございます。日曜定休じゃん。うん、ぜひな、松本城とかな、近く来た際はぜひにな、お越しくださいませ。夜の食事とビールが先に飲める方もね。そうじゃな、うん、そういう方に行ってください。はい、いつもとくひめチューブご覧いただきありがとうございまする。ありがとうございまする。高評価ボタンよろしゅうに。チャンネル登録はこちらから、その他の動画こちらから。チャンネル登録よろしゅうに。